ございます。11月24日水曜日の朝です。三重県伊勢市からお届けしています。まあ、おはようハーモニーですけれども、どこでもやりますよ、どこでもハーモニーということで、今日もやっていきたいと思います。ではゆっくりと仰向けになってください。声の響く感じがいつもと違ってなんか面白いです。床に体を預けてください。今日の感じはどうでしょうか。やっぱりちょっと環境が変わると体もちょっとしっとりしないですね、最初は。皆さんはいかがですか。頭を左右に傾けてください。では適当なところでその動きをやめてください。右を下にして横になってください。昨日は手を持ち上げて肩甲骨があばらの上を滑って降りてくるという動きをやりましたけれども、いかがだったでしょうか。今日もやってみましょう。左手を天井に向けて持ち上げてください。呼吸を楽にして今の感じ、この体勢を作るためにどこか強く力を使っているところがあるでしょうか。もしそれがここにすごく力が入っているなと思ったら、そこから力を抜いてください。というよりも抜くっていうのは難しいかもしれないので、そこに力を入れるのをやめる。一回手を体の上に置いて、このままの感じでスッと手を持ち上げていきます。この首の筋肉とか肩の力を使わずにですね、スッと、この指先がなんか天井にいる人がこの糸がついていて、スッと持ち上げてくれるような感じはどうでしょう。でゆっくりとこの体勢のままあばらを転がしたり戻ったり、この時にあばらを転がすって昨日言いましたけれども、今日は骨盤、左の骨盤を転がしてみましょう。動きがすごく変わるわけではないと思いますけれども、この骨盤を転がすことによって体はどう影響するでしょうか。骨盤を転がすというか後ろに引いていってください。骨盤を後ろに引くっていうと、背中側の壁に向かってまっすぐ引くというふうな方向と、後ろっていうと背中側の床に向かうという方向もありますね。どの方向に骨盤を向かわせれば動きとして楽でしょうか。骨盤はこの丸い感じがありますよね。お椀が2つお尻重なっているようなお尻の形を思い浮かべて、骨盤もその丸みを思い浮かべてください。そうするとこの出っ張ってる骨が直線的に動くのではなくて丸く丸く動く感じになるかもしれません。
で骨盤に気持ちを向けているんですけれども、手は天井を向いたままですね。そうするとどのくらいこの骨盤を転がすことによって天井に向けて伸ばした手が影響を受けるでしょう。指先の位置、少し天井から遠ざかるようなことがあるでしょうか。肩甲骨にも動きがありそうですか。動きのリーダーは骨盤です。何度かこの動きをやってください。手はふわっと持ち上げておくだけ。骨盤が転がったり戻ったり、そうすると体全体にはどんな動きがあるでしょうか。戻るときに気持ちを向けてみてください。骨盤が戻るとき、戻るとき、そして戻りきる、最初の位置まで戻りきってください。そうすると体全体はどう戻るでしょう。どの位置まで戻れば戻ることになりますか。ゆったりと優しく骨盤が後ろに移動して戻ります。他の爆笑はこんなとこまで動いていいのかなって思ったら、ぜひそこも動かしてください。骨盤が動くことによって自動的に自然に動くのはどこでしょうか。では手を下ろして仰向けになってください。右側と左側を比べてください。お尻のつき方、右のお尻と左のお尻、どちらが床に優しくついているでしょう。どちらの方が柔らかくついているでしょう。左の足と右の足の感じの違い、背中、肩、右の肩甲骨、左の肩甲骨、床との関わりはどうでしょう。では逆を向いてください。同じような体勢をとってください。手はふわっと天井に向けて持ち上げてください。でこの持ち上げた手はこのままですね、倒れていかない、後ろに行ったり前に行ったりしないで、このまま右のお尻を後ろに引いたり戻ったり、お尻を後ろに引くときはちょっとずつこの方向かな、この方向かなと探ってください。お尻が後ろに転がるとき、おへそには何が起きますか。おへそはどう動いているでしょう。
はどの方向に向いていきますか？少し天井の方を向いていく感じになるでしょうか。右の膝はいつ左の膝から離れますか？呼吸止まっていませんか？骨盤が動きのリーダーとなります。骨盤が動きのリーダーでも体全体はどう動いているでしょうか？条件はこの右手の腕ですね、腕が傾いていかない、床から垂直のままですね。骨盤が転がることによって背骨やまばらにはどんな動きがあるんでしょうか。そして肩甲骨はあばらの上でどう動くんでしょう。心地よく心地よく、はい、ではゆっくりと手を下ろして仰向けになってください。床の上の体を観察してください。右側と左側を比べてください。お尻のつき方、股関節の高さ、足の感じ、背中、肩甲骨の感じ、どうでしょうか。何か変化があったでしょうか。ではゆっくりと頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。骨盤うまく転がりましたか。まあそんなに大きく転がそうとせずに小さい動きでもこの指先の少し動きが伝わるのが感じていただければ、体全体に影響があったが分かると思います。伊勢市の空は青く澄んできました。皆さんのところはいかがですか。今日も一日健やかに過ごせますように。ではいってらっしゃい。